今日は皆さんにちょっとお伝えしないといけないことがあるので動画撮りました。その前にいつも応援くださってる皆さんありがとうございます。見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。そして最近私のことを知ってくださった皆さん、ありがとうございます。ようこそということでね、本当に日頃皆さんの顔見てくれてるから私も頑張れています。本当に感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございます。で、今回、なぜこの動画を撮ってるかっていうのも、今最近ですね、私は評価をたくさん上げ続けてると思うんです。その評価をなんでこうやって上げているか、どういう思いで上げているかっていうのを説明してなかったなと思って、まあ、タイトルとか概要欄とかにも書いてる通りに、楽譜のみの評価を音源化したいっていうそのプロジェクトを立ててるわけなんですけど、今世の中には評価がいっぱいあると思うんですけど、皆さんが知ってるね、ふるさとだったりとか、春の小川とか里の秋とか、まあ、いろいろね有名な唱歌いっぱいあると思うんですけど、実は知らない、みんなが知らない唱歌、楽譜は残ってるけどあまり音源化されていないっていう唱歌っていっぱいあって、初めて聞く唱歌ばっかりだと思うんですけど、まずね本当にもう全ての曲がなんかすっごい優しい気持ちになれる、まあ、曲実機の曲とかもあるんですよ。曲実機っていうと、まあ、ここのT シャツもそうなんですけど、旋盤機って言われてたりするじゃないですか。そんなわけないんですよ。はい、旭日旗は日本の旗ですし、何百年も前に歌われている唱歌でも朝日の旗っていう曲があるんですね。私それ以前ちょっと前にですね動画上げてますので、よかったらそちらも見てもらえたら嬉しいです。概要欄に貼っときますね。でその旭日旗の歌、朝日の旗はですね、すごく優しい歌なんです。私はいろんなこうことありがたいことに知れた分、日本古来の思いっていうのはすごく優しくて温かいものだっていうことを知れることができたけど、私は日本の中心というか、なんて言うの、音楽でその優しさ温かさとかっていうのを知ることができたんですけど、まあ旭日旗とかそういう部分ではちょっとトゲトゲしいようなイメージを持たれてしまっているっていうのがすごく私たちは悲しくて、悲しい、私としてはちょっとなんか違うね、もっと優しいねっていうところをもう伝えていきたいなと思ってます。周りを見て判断ではなく、中までぐっと顔を入れてもらって、あ、こういうものかって言って、あ、私は別に私はいいなっていうのをそこで判断してもらいたいなっていう部分でも、この唱歌の音源化プロジェクトはすごい大事なことだなと思っています。でそういう唱歌って当時の方々の思いがたくさん詰まってるんですね。出来事は歴史で知ることができると思うんですけど、その出来事の中の人々のこの思いとか感じるいろんな思いっていうのは音楽で知ることができるんじゃないかなと思います。知るというか感じることができるんじゃないかなって思うんですね。なのでこういった当時の歌われていた唱歌、好まれて歌われていた唱歌、作られた方々の思いとかっていうのを、一緒に触れていてですね、しっかりこう今を生きる私たちが継いでいくじゃないけど、引き継いで未来につなげていかなければならないなって思います。なので私はこうやって動画に収めて多くの皆さんに発信して伝えていくこと、残していくことが今できることだなと思っています。この私のこの唱歌の動画っていうのは、皆さんにこういう曲があるよっていうので、少しこうきっかけを与えるっていう役割だと思ってるんです。なので皆さんがそのこの唱歌をたくさんいろんな人たちにこう拡散していただくっていうところが、私としてはすごく嬉しいところかなと思います。でまあ、私をこうみんなに広めてっていうわけではなく、この唱歌たちを多くの人に知ってもらいたいなって気持ちはすごく強いです。他でこういろんな人に伝えると、そんな唱歌があったんだってびっくりされると思うので、みんなで力を合わせてこの唱歌を広めていきませんか。はい、ということで、楽譜のみの、唱歌音源化プロジェクトなんですけど、毎週金曜日に、YouTube の動画を上げていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。ということで、今回の動画は皆さんになぜこういった唱歌を音源化プロジェクトしているのかっていうところをお伝えいたしました。説明がちょっと今一つ
かもしれないんですけど、私の思いとしてはこういう大切な曲を皆さんと一緒に守っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ、最後まで見ていただいて皆さんありがとうございました。これからの動画もぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あと最近ですね、私いろんなその Vlog 動画というか旅行旅動画をとかご飯食べる動画とかを出してると思うんですけど、あの路線は変わってませんので、あの基本は音楽です。だけどやっぱりね、その私の YouTube を見てなんかやる気の出ない時、人々はあるじゃないですか、私も含めてそうやねんけど、やる気が出ない時とかどうしてもしんどいなと思う時って、何も手につかない時ってあると思うんですけど、そういう日頃こう仕事とか育児とかいろんなことに頑張ってる皆さんに少しでもクスッと笑ってもらえる、そんなあの動画がクスッと笑ってもらえたら嬉しいなと思って、最近私の日常というか旅動画を撮っています。私って基本普通にしててもなんか基本笑われるんですよ。なんかわからんけど、なんか動き変じゃないですか。なんかそれって昔は嫌やったけど、なんか自分めっちゃ笑われるなっていうのめっちゃあったけど、でもなんかそれって持って生まれたなんかあれなんやな、持って生まれた面白さなんやなと思ったら幸せなことやなと思って、で私もね悩むこととかいっぱいあるけど、でもそうやって私のことを見てクスって笑って、アホやなってクスって笑って、よしもうちょっと頑張ってみるかって思ってもらえるっていうことが何よりも幸せやなと思ったので、少しずつね皆さんにクスクスってくすんでもらえるように、くすんでもらえるって日本語ちょっとおかしいけど、そんな、動画を少しずつね上げていけたらいいなと思ってます。よかったらぜひこれからも温かい目で見ていただけたら嬉しいです。では今日も見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とかそういうもろもろよろしくお願いします。じゃあまた見てね。Let's go, 日の丸。